マルチン・ウルバスは、ポーランド・クラクフ出身で短距離走を専門にしていた、元陸上競技選手。200メートルの自己ベストは19秒98の、ポーランド記録保持者。1999年セビリア世界選手権、男子200メートルのファイナリストである。1999年8月、セビリア世界選手権の男子200メートルに、 出場すると、2次予選で20秒32の自己ベスト、準決勝では2次予選の記録をさらに縮める19秒98をマーク。ポーランド新記録を樹立するとともに、ヨーロッパの選手としては、イタリアのピエトロメンネア、イギリスのジョンレジスに続き、史上3人目となる19秒台を達成した。この種目では、ポーランド勢初のファイナリストとなった決勝は、 準決勝よりもタイムを落とし20秒30の5位に終わった。2000年9月、シドニーオリンピックの男子200メートルでオリンピックデビューを果たすも2次予選で敗退した。2次予選では全体13位のタイムとなる20秒43マーク、したが、準決勝に進出できる組4着以内に入れなかった。2002年3月、 ヨーロッパ室内選手権の男子200メートルを20秒64で制し、この種目でポーランドに初のメダルをもたらした。2004年3月、ブダペスト世界室内選手権の男子200メートルに出場すると、この種目でポーランド勢初のファイナリストになり、21秒49で6位に入った。記録欄のうちの数字は風速で、プラスは追い風。 タイは向かい風を意味する。ありがとうございます。